フリーアナウンサーの大島ゆかり40が24日放送の TBS ラジオ「バービー等心理研究所」「火曜後930」にマンスリーパートナーとして出演自身の子育てについて語った「この日はやり直したいこと」というテーマでメールを募集リスナーから「もう一度育児をやり直して生まれたばかりの息子にもっと愛情を注いであげたい」 不安だった当時の自分に声をかけたい、という胸のお便りが届き、これに大島は、読んでて泣きそうになる、これと涙声で話した。メールにはリスナーが産後うつになったことが綴られており、7歳の長女を育てる一児の母である大島は、間違いなく0歳の1年間が体力的には一番大変だから。と断言、それぞれの年の大変な思いは絶対あって、 娘は今7歳だけど、7歳なりの大変さはあるし、初めての自分じゃない生き物との対峙みたいなものって、何をしたらいいのかわからないじゃない。そんな中、眠れないし、どうしたらいいかわかんないし、これで合ってるのかわかんないし、っていうか寝てるよね、生きてるよね、みたいな不安もあるし、0歳の1年間は一瞬も休まらなかったと自身の経験を振り返った。そして、 でも、赤ちゃんの時に戻ってやり直したい。って、そこまで思わなくてもいい気がするとアドバイス。パーソナリティを務めるバービーの、今の、心の余裕のある状態で慈しみたいんだろうね、という言葉に共感し、これを経験したから心の余裕があるんだと思うと話していた。